げている。そうです、人が乗れば乗るほど重みで車高が下がるんで、人が大手に乗ってます。そしてこれは人足りないんじゃない、人もう10人乗らないと通れないんじゃない、これ大丈夫ですか、さあ行ける、さあ行けるのか。まず1人目のダンサーは通過できました。さあ残り何名乗っているか、1、2、3、4、5、6、7、8名乗っている。完全に定員用かのこのヒュンダイ、さあ行ける、さあ行けるのか、さあ落ちるのか、さあ行ける、さあ行ける、あーしとここで惜しくもフカヒレアンテナに引っかかってヒュンダイここで敗退です。 OK、 ありがとうヒュンダイ、お願いします。あれぐらい人を乗り込んでてほしいですね。もちろんここであえて車高を上げてみましたね。ここで屋根でえぐり取る、えぐり取る、ゆっくりとアプローチ。さあここでどうする、どうする、どうする、ギミックがあるのか、皆さんを驚かせるスペシャルギミック。おっとここでオートマチックにすごい走りながら追いかけるタイプの、そしてこれがしっかりと収まって拍手、まだある、縛り切って縛り切って終了、ありがとうフェラリーゼット拍手。さあそして2周目ラスト、おしぬちゃんの乗ったバランスチーム from 大阪、イエイ、余裕で通過、新型のアレックスセブン。はい、一回ちょっともう一つ下げていきましょう。まあ、この辺で屋根ありにはそろそろ消えてもらいましょうか。皆さんね、貧乏コンテスト次回参加しようと思っている人は、まあ、屋根のない車で参加してください。屋根あると圧倒的に不利なんです。さあそれでは行ってもらいましょう。フリートライブでこのトヨタ嬉しいな。いやギリギリか、ギリック、ギリックさせる、はい、ダメでした、 OK、 ここで Thank you. 拍手。